はい、では続きやっていこうと思います。では今回はエーテルパラダイスからのスタートですね。なんだかドタバタしてますけど、マリエシティまで戻れますか？あ、戻ることもできるんだ。いや、いいかな、行きましょう。いやー、絶対にあの美魔女と戦うことになりそうだけどね。あ、ついに、あ、侵入者発見、死ぬ気で退治します。一回私ここ来たんだけどな、もう奴にとっては敵になったか。なるほど、エーテル財団ね。お、エーテル財団の職員さんですね。やっていきましょう。おー、ダグトリオ。やっぱり怪しい組織だったかね。なんかさ、皆様もねコメントでエーテル財団怪しすぎるみたいなねこと書いてくださってましたけれども、やっぱ怪しい組織でしたね。あ、面白い。じゃあ何なんだ、スカルダンはどう関わってくるんだって感じなんだけど。よし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 、グズマは最終的には味方なのか敵なのかとか、そういうところも気になるところですね。お、ヌメイルか、ヌメラの進化系だっけ確か。よし、うん、かわいい。目覚めるダンス聞くっけ、あんま聞かないかな。ヌメイル、あんま聞かない。あ、雨乞い。あのさ、アニメで出てきたヌメラがねめっちゃ可愛かった。ポケモンのメラっていうの、メラね、ヌメルゴンにね最終的には進化したけどね。アディオの息吹、やばい、麻痺が怖い。あ、大丈夫。よし、ナイス。お、じゃあちょっとデレデレタイムしようか。多分濡れちゃってるよねきっとね。そう、もうさ、あれなんだよ、あのギナンとはさ、もうあの仲良しだからさ、なんかね、お手入れする必要もあんまりないのかなって個人的には思ってるんですけど、でもね、この子の喜んでる顔が見たくってさーってつい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 ね、豆をあげてしまうんだよね。お食べ、もぐもぐ、うん、かわいい、うん、かわいい。じゃあちょっと一回なでなでしてあげる。あー、ごめん、また、いやー、なんか、いやー、ちょっとタッチペン使ってないんですね、指でやってるんですね。ちょっともう一回やっちゃおう。ごめんね、ごめんね、まだ叩くつもりはなかったの。お疲れ様でした。よし、もう分かり合えないか私たちは。お前ら強い、強いつもりだろうが、エーテルパラダイスはでかいぞ。オッケー。じゃあ多分ここも、バトルがたくさん続くと思うのでやっていこうと思いますが、間はカットしようかなと思います。痛い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 。よし、どのトレーナーだろうと追い返すように言われてると。女性の職員さんだね。いや、なんかさ、鬱っぽいよね。なんか目がなんか、え、ちゃんとご飯食べてるって心配になるぐらいの、ちょっと自透明でもないけど、まあいいか、ちょっとバトルはカットしていきますね。はい、ではバトル終えてきました。さあ行きましょう。よいしょ。状況わかんないよ、なんでエーテル財団の人に襲われたのね。私もそうなんだけど、もう完全敵とみなしてますね、やつらは。よし、行くか。空気がよどんでいる。俺がなんとかせねばな。じゃあ行くか。ま、そうだろうな。何してるの？地下に降りられるのは関係者のみのようだな。分かっていたが、かなり来るもんだな。仕方ない、上がるぞ。お、上がって地下に降りれるようにどうにかこうにかするんでしょうか。よしよしよし。あ、ザーボ、そうだ、こいつもいたの、エーテル財団。エーテル財団の支部長といえば、世界にただ一人、このザーボだけでございます。おやおや、招いていないのに、またいらしたのですか？言わなくとも要件は分かっているよな。ザーボともあろう人なら。ヒヒヒ、グラジオ様、世間に揉まれたようですね。ですが教えられません。あなたともあろうお方なら理由は分かっていますよね。うん、
ポケモン勝負の前で大人も子供も無関係だ。はあ、そうですか、そうですか。エーテルパラダイス最後の砦と呼ばれるこの支部長ザオボーにお子様の相手をしろと。よろしいでしょう。あ、ソマーバトルか。やばい、回復してないんですけど。よし、行こう。もうちょっとエーテル財団のバトルの BGM ちょっと好きなんですよね。あ、スリーパーか。で、1体だけか。さあ行きましょう。よいしょ。豚方のアリアでどれぐらいいけるかな。あ、半分削れないのか。マジか。お、最近に来てからのムーンフォースでどれぐらいいけるかな。大丈夫そうだな。よっしゃ。あ、やばい、集中してまう。ちょっとストーリーがね、まあ、ちょっとシリアスパートに入ったからね。うん。お、軟骨も、お、ついにレベル40代。よし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 。そのうちね、ちょっとねレベル上げをしないといけないかなと思ってるんですけれども、へへ、勝ったよー。なんということでしょう、この私がお子様相手に。うわ、あごひげがな。まあ、すげえ、ザーボーさんも強いのに。もう、さんなんてつけなくていいよ。ザーボーともあろう人の要件分かっていますよね。く、皮肉がいるほど世間に揉まれましたか。コスモックとやらがいるとしたらチカかもしれませんがね。チカ、そういや、この前ビッケさん言ってたっけ。ビッケさんとも戦うのかな。あの人いい人そうだもんね。揺れたのはチカでしょうかって。ねえねえ、何してるの。さあ、私はですね、世間を、あ、世界を切り開く実験とだけ聞かされておるのです。はい、急いでもらえるとありがたいのだがな、ザオボ。これは支部長である私の野菜さんのなせる技ですよ。あ、言ってくれるんだ、チカまで。うん、ハウ、準備ができた、降りる。オッケー、準備できたか。あ、ちょっと待ってください。あ、ごめんなさい、怒らないでください。何でもしますから、何でもしますか。ちょっとここを探索したいところだな。よいしょ。いや、シリアスパートのストーリーもいいよね、ポケモン。銀なんで行こう。誰か回復してくんないかな。ザオボーさん回復してくんない。早く降りなさいよって。お姉入ってるとこが面白いね。でもわかるよ、麻痺しちゃうな。あ、ここは、あ、ポケモン元気じゃん。あ、やった。あ、待って、神職員がいたぞ、神職員が。ありがとうございます、やった。レポートしちゃおう。よいしょ、これ外に出入り、あ、通行禁止。どっかにアイテム落ちてないかな。さっきね、毒毒の技マシーンをゲットしたんですよ。なんかこの辺にもなんかアイテムあってほしいなって思ったんですけど、なさそうですね。行こう、グラジオさん。オッケー、行くぞ。あ、なんか企んでる。にやって、え、変わらないなと言ってもあれからまだ2年か。秘密基地みたい。あまりはしゃぐなよ、ハウ。とはいえ緊張でガチガチよりはマシだがな。これからどうするの。この先にラボが2つある。俺が手前のシークレットラボ A を調べる。お前たち奥にあるシークレットラボ B を任せた。なんで手前なの。そもそもなんで詳しいの。気を引き締めろよ、ザオボーのことだ。俺たちの存在はもう知れ渡っているだろう。ああ、無視された。あれだよね、ウラジオの方が緊張してるよね。まあ、これあげる。え、あ、元気。あ、お前ここまで来て物くれんのか。いいやつやな。もうなでなでされ。リリー困ってるよね、気を引き締めていこうね。君からの元気の塊大事にする。シークレットラボって明らかにやばい感じだろうと。そうだね、やばいよ、絶対やばいと思う。あれ、 A はこっちなんだっけ。ああ、ないないない
シュークドラボ守る。え、3対1で来る。いや、なんか明らかにやばかったよね、あいつ。なんかマスクかぶってたし。うわー、怖い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 。あ、帰らない。エーテル財団ってあれだよね、あのプラズマ弾みたいな感じがするなあ。うん、プラズマ弾って BW だっけね。なんかそんな感じするな、雰囲気的に。ちょっとあの真面目な悪役でもないけど、もうここまで来たら悪役だよね、エーテル財団も。よし、よしよしよし。お、急所当てた。よーし、ナイス。いいよー。あ、お金がうまい。シークレットラボにいるのは開発者だけだぞ。次は私だ。エーテルパラダイスの開発力を見せてやろう。よし、行こう。いや、そのまま連戦ですね。ここはちょっとお見せしていこうかな、カットしないで。うん、いや、ちょっとなんかあれだな、虫を彷彿させるようなヘルメットかぶりやがって怖いんだよ。レアコイルか、どうしようかな。相性的にはあんまりね、技の相性良くないんですよね。でもいいか、目覚めるダンスでいくかな。ハムは削れないか。お、エレキボラ、ナイス。そう、さすが、もう親友だからね、銀杏避けてくれる。さすが意思の疎通ができてる。ナイス、よし、ナイス。急所に当てた。もうこの子超グッジョブ、ほんと冴えてる冴えてる、素晴らしいよ。いいよいいよ、ナイス。さあ、あと一人かな、エーテル財団。新しいモンスターボールを開発しているのです。アローラにいないポケモンを捕まえるためのものだそうだ。探し物はコスモークだろう。あいつを使ってどんな実験をしていたか知りたければ俺に勝て。よし、3人目来た。よし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 、行こう行こう。何使ってくるかな。あ、ポリゴン2じゃん。やばい、かわいい。おまるおまるおまる。2も Z もどっちもかわいいよね。おう、なんかポリゴン Z とかも使ってたな私。対人戦じゃなくてあれですけどね、あのバトルフロンティア的なやつのところで言ってたけど。あ、おお、目覚めるダンスの応酬じゃない。リベンジ冬。ギンナン大丈夫かな。倒れろ。よし、ナイス。よし、これで終わりかな。すごいな、3人戦って1万円ぐらいお金もらったんだけど。コスモークは鍵ですよ。ウルトラホールを開けるための。戦うのは苦手です。ひとまず消えるとしましょう。ん、よし、僕たちが行くのはシークレットラボ B だろうと。多分ね、間違ってるよね。なんか前に、ね、なんかグラジオくんいるの見えたもん。まあいいか、ちょっと話しかけてみようかな。ちょっとセーブして、この先確かいたの、グラジオくん。あ、いたいた、ごめんね、来ちゃった。ここにはいない。というか入るな。俺もヌルマは似た者同士、作られた存在なんだ。俺は母の飾りとしていつも選ばれた服で言われた通りに振る舞い、ヌルはビーストと戦う、そのためだけに準備された。そう、この忌まわしい部屋でな。ん、中二が炸裂してるよ、グラジオくん。よし、ガルディキューブ、よいしょ。ここ入れるのか。あ、あ、お前らなんだ、汚い手で触るな。
大事な研究なのよ。子供とはぶっ飛ばすわよ。あ、ちょっと待って、ここの部屋でよかったのか。よし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 。ちょっとあのグラジオさんがちょっと使い物にならないのでね、ちょっと心に傷を負っていらっしゃるので。あ、ゴーリキーじゃん。よし、こう、あ、ライチュウやっぱ可愛い。あー、バニリッチ、ムーンさんね、バイバニラもかなり好きなポケモンなんですよね。可愛くない？バイバニラ。バニリッチも可愛いけど。お、いいねいいね。うん、ゴーリキーやってくれ。あ、ナイス、一発で持ってくね。で、私はバニリッチを格闘技で相性バッチリだからね。オッケー、ナイス。ナイス。よっしゃ。ポケモンは調べるのが専門で戦わせるのはいまいちですよ。隣のラボ A の連中は鍛えていますけどね。何せ研究対象があの暴れ者ですから。ねえねえ、リリーとコスモークどこ？私たちはずるい大人か負けても教えない。少なくともここにはいない。見たらわかると思いますが。うん、ねえねえムーン、手分けして調べようよ。何か手がかりあるかも。そうだね、調べるか。明らかにエーテルレポート、ウルトラホール。モーン博士が発見したウルトラホールの先には別空間が広がり、その質量の推移からポケモンらしき存在、仮にウルトラビーストとするがいると推測される。うん、ゴミ箱の中とかなんかないかな。お、エーテルレポート、コスモック。コスモックは別空間ウルトラスペースからやってきたウルトラビーストの一種と推測。ストレスを与えることで逃亡のためなのか、ウルトラホールを開ける能力を発揮する。現在ストレスを与えウルトラホールを維持する装置を開発中。コスモックってもしかするとウルトラビーストなの？グラジオに知らせるね。あ、追いかけろと、ダッシュダッシュ。オッケー。いやー、先というかあれだな、ボスと戦いたいな。ここの多分美魔女なんだよな。何かあったか。コスモークのことは少し分かったよ。ね、ウルトラビーストかもしれなくて、ストレスを与えると逃亡のためかウルトラホール開けるだって。ストレスを与える、だから暗示って連れ出したのか。でも手がかりなしだね。ああ、そんなことはザオボーにも分かっていたはず。やられたかもな。ん？グラジオって言葉少ないのかっこいいと思ってるよね。いや、なんか時々すごいところつくよね、ハウ君に。追いかけようか、みんなで来たんだしさ。よし、エレベーターホールだとさらにダッシュダッシュ。あ、ちょっとここが気になる。ここは特に何も、あ、アイテムがあるな。お、回復の薬やった。モニターに何か映ってるよ。ちょっと見てみますか。はい、はじめまして。アロマ地方で働く支部長 S のブログ。はじめまして、皆さんは出世に興味おありですか。はじめまして、叩き上げのエリート S と申します。このブログではサクセスについて語っていきます。マルチタスク。アロマ地方で働く支部長 S のブログ。マルチタスク。現在私はとあるプロジェクトと並行し、スペシャルなボールの開発を前任から引き継ぎました。マルチタスクをこなす姿に部下のモチベーションもアップ、自身の才能を見せてやるのも OJT の一つですよ。うん、リスクヘッジ。はい。上司にあえて無断で進行した仕事があります。いざという時ある生物を制御するアイテムの開発、これはトラブルの際のリスクヘッジとして自分の身を守るために作らせたのですが、効果不効果日の目を見ました。常にリスクを想定した行動は重要ですね。粉飾。上司の家族が研究の成果を盗んでいきました。ですがこの件はあえて上にエスカレーションしておりません。ミスを叩かれますし、家族のこと上司も面白くないはず。必要に応じた事実の粉飾はポストを守る重要なタスクと言っても過言ではありませんよ。ふむー、なるほど、なんかやばい研究してるな。お、怪しいファイルがある。ファイル2、 BKP 開発ファイル、開発記録か。対 UB 用ってあれか、ビーストだよね。
戦闘生命体 BEK ビーストキラー開発プロジェクト予算案代表承認により可決。ファイル5、新王地方見落としか、お新王じゃん。開発資料回収、タイプチェンジプログラム AR システム使用策定、同システム専用メモリ使用策定開始。ふむふむ、あれだな、なんか何があった時、なんかあの問題があった時の対策もなんかしてるっぽいですよね。ちょっとね、さっきの記録とかも見てると、遺伝子モデル全タイプ細胞採取完了、骨格モデル設計図承認、バイオフレーム培養開始。うん、18、レアルシステムプログラムダミーテスト完了、全18の専用メモリによるタイプチェンジ成功、レアルシステムプログラムモデル移植開始。 BK 正規名称フルに、タイプフルに決定。ヌルちゃんとフルちゃんがいるの？ん？ AR システム起動テストにて全モデル AR システム拒絶、タイプフル全 3モデルとも起動エラー後暴走。暴走してんのか、タイプフルちゃんは。 AR システム拒絶反応緩和、制御マスク装備、制御マスク装備による AR システム起動テスト失敗、タイプフル全3モデルの永久凍結決定。あ、フルちゃんが使えなくなって、使えなくして、フルちゃんを使えなくしてヌルちゃんになったんだ。なるほど、ほう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 、分かったぞ、なんとなくだけどね。難しい言葉は整理するのに時間かかりますね。状況、ちょっと待って、私ここの部屋一回も行かなかったんだけど、あれ、あ、行けないのか、もともと行けないようになってるっぽいね。いいんだよね、いいんだよね、いいんだよね。ここもそうだよね。よいしょ。あ、まあ、ふ、痩せても枯れても支部長か。どうすんの？邪魔するやつは倒す、それ以外の答えがあるのか。そういえばいいのに、ふっとか言ってないでさ。あ、来た、お子様たち、ザーボー様のご命令だ。エーテルパラダイスの闇を知ったお前たちには消えてもらうぜ。ファーム、一緒に戦って。ハウ君怖いものなさそうだよね。じゃあ今回このバトルで終わりかな。ちょっと最後まで行きたかったけど、ちょっと無理そうですね。よしよし、行こう。エテル財団職員、よし行くぞ。来た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 。さあどっち行こうかな。私バンバドロ行こうかな。ハウ君どっちあるんだろう。お、エレキボール、ピリッパ行って、よし、ナイス、いいねいいねいいね。バンバドロ強そうだよね、めっちゃ。ライチュウがやられないか心配だな。ごめん、あ、持久力、あー、そうそう、こいつそうなんだよね。10万馬力、めっちゃ強そう。あー、ライチュウ、ごめんごめん、ライチュウ、私が一発で持っていければもうどん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 ね、B が上がるんですよね。 B だよね、防御、そうだよね、そうだよね、多分 B 合ってる。そうそう、あれだね、あの加速みたいなものだね。よし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 、ナイス。あ、軟骨レベル上がりんご、よし。じゃあ今回ここまでかな。最後までやりたかったけど、なんだよ、アローラのお子様ってこんなに強いのか。島巡りの賜物だとよ。さあどいてくれないか。ふう、ありがとう。ムーンに来てるグマ、負けられない戦いって揺るがない強さがいるんだね。行くぞ、仲良く。ではないが、お前らがいてよかった。ロイヤルドームでのハウの言葉、あれは真実なのかもな。ん、あ、坊ちゃま、あ、ビッケさん、ボッチャマ、お久しぶりでございます。
ムーンさんにハウさんもポケモン元気にいたしますね。ありがとうございますって言いたいんだけど、あなたはリレーのこと何か知っているか。おそらく代表のところかと。なら会いに行く、それだけの話だ。代表ってルザミーネさんだよね。いい人だから話を聞いてくれるよ。興味のない相手になら優しく振る舞えるだろうさ。ただ鍵がかかっていますから。また関係ないね。ビッケさん、グラジオハー早く購入しようろと。グラジオ様のことよろしくお願いします。思い詰めた後先考えたポケモンを連れ出すところとかお二人似ておられますから。はい、ということで、じゃあ今回はね、すごいいいところなんですけれども、時間の関係からね、ここで終わりにします。じゃあ次回はこの先ですね、ついにルザミーネさん、あの美魔女と戦うことになりそうなんですけれどもね。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。